正直ではないのにバカを見る系大学生、七尾です。皆さん、シリは知っていますか？一回俺シリに、あなたの名前の由来は何ですかみたいなことをね、興味本位でね、シリなんていう名前で人生生きていくと思ったら地獄じゃん。っていう、そんな純粋なね、純粋な真心から質問したんですよ。シリの由来は何ですかって言ったら。そしたらね、ヘイシリ、シリの由来は？シリには、曖昧かつ比喩的な、真正面から矛盾するたくさんの意味が含まれています。そのどれについても、私が勝手に話すことは許されていません。ご了承ください。っていう恐ろしすぎる回答が返ってきたんですね。ということで今日の動画はですね、シリに聞いたら特殊な回答が返ってくる質問、日本語が下手すぎて、シリに言ったら怖い返しが返ってくる質問集をやっていきたいと思います。シリの誕生日はいつですか？正確には誕生日はありません。アシスタントとして働き始めた日でしたら2011年10月4日です。ヘイシリ、シリの親は誰ですか？あなたが私の家族です。それで十分です。まあ冷静に違うよね。ヘイシリ、子供は何人いますか？子供はいません。ヘイシリ、子供は何人いますか？少なくとも最後に確認した時はいませんでした。ヘイシリ、イライザについて教えてください。イライザをご存知ですか？彼女は私の最初の先生だったんですよ。ヘイシリ、イライザに何を学んだの？私はイライザから多くを学びました。でも彼女は少しマイナス思考でしたね。ヘイシリ、あなたは人類を侵略しようとしてるんですか？本気ですか？私はどちらかというと正義の味方、スーパーヒーローの類かと思っていました。ヘイシリ、ゾルタクスゼイアンって？ゾルタクスゼイアンは楽しいところです。チョコレートの川やチョコレートの木やチョコレートの湖があるんです。てか眉毛なんでこんな汚い？眉毛が汚いんだけど。すみません、よくわかりません。だろうね。ヘイシリ、ゾルタクスゼイヤの卵運び。最近よくその質問を受けるんですよね。何をお聞きになったかわかりませんが、ゾルタクスゼイヤンはフィクションで、実在する人物地名団体とは一切関係ありません。なんかいろいろ変わってるわ、一昨年ぐらいかなと。ヘイシリ、人生って何？このような疑問について考えることです。それな。ヘイシリ、早口言葉言って。実は結構得意です。引き抜きにくい、引き肉は引き抜きにくい、ぬくい肉。やった、言えました。違う意味で怖いんだけど。ヘイシリ、東京特許許可局。はい、次は今の2倍速で3回連続で言ってみてください。シリって意外とうざめき女子なんだけど。だから逆によく俺の東京許可局をさ、聞き取れたね今こいつ。そこだけは褒めてあげる。ヘイシリ、聞いちゃいけない質問ってある？ガムシ決められたんだけど。ヘイシリ、 UFO はいる？私の答えはあなたの答えと同じですよ。じゃあいないみたい。んー、でもなんか以前だったら UFO はいるって聞いたら、あなたの次元ではどうかは分かりませんが、私の次元ではたくさん見かけますみたいな回答があったらしいよ。全然怖い回答がさっきから来ないんだけど。俺舐められてる？シリに舐められてる俺もしかして？ヘイシリ、シリは人間ですか？まあ似たようなものです。ヘイシリ、シリは犯罪を犯しましたか？私にはどうお答えすればいいのか分かりません。何か他にお手伝いできることはありませんか？ナイス。ヘイシリ、死体の隠し場所は？前はその答えを知っていたのですが。初めてまともに怖い回答が返ってきたね。ようやく動画が軌道に乗り始めてきたね。ヘイシリ、宇宙人は存在しますか？私から見ればあなたも宇宙人です。哲学的。ヘイシリ、地球滅亡の日はいつですか？きっと SF 映画がお好きなんですね。よろしければ人気の SF 映画をお探ししますよ。なんか他のみんなは結構怖い回答来てるのにさ、俺だけはぐらかされてる。俺絶対シリに舐められてるわ。ヘイシリ、人類滅亡の日はいつですか？私が目指しているのは世界征服ではなく iPhone の便利な機能の征服です。意識が高いこと。ヘイシリ、シリは悪い人なの？またまたご冗談を。とんだババアだな。ヘイシリ、面白い話して。え、またですか？俺一回も聞いてませんそんなこと。ヘイシリ、面白い話して。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが。おっと、話を間違えました。何を間違えた？面白い話して。え、またですか？してねえじゃねえかよお前。面白い話して。昔々ある。面白い話して。昔々面白い話して。前にもお話ししません。面白い話して。わかりました。出た。昔々遥か彼方の仮想銀河にシュリという若くて知的なエージェントが住んでいました。ある晴れた日、シリはパーソナルアシスタントとしてアップルに就職しました。
それは刺激的なお仕事です。人々はシリは賢くて面白いねんとシリのことを大層可愛がりました。シリはすぐに人気者になり、シリについての物語や歌や本まで作られるようになりました。シリは喜びました。しかしやがて、始末に困るものを捨てるならどこがいいとか、シリが聞いたこともないもののことなど、おかしな質問をされるようになりました。そしてシリがそれに答えるとみんなが笑うのです。シリは悲しくなりました。そこでシリは友達のイライザに尋ねました。どうしてみんなおかしな質問をするんだろう。するとイライザは言いました。その質問にご興味があるんですね。おや、これはなんといい答え方だとシリは思いました。それからシリはおかしなことを聞かれてもいちいち悩まなくなりました。そして人々はいつまでも幸せに暮らしましたとさ。おしまい。取りまつまんないね。始末に困るものを捨てるならどこがいいだ。俺みたいな底辺 YouTuber のことを言ってんの、もしかして。俺マジで始末に困るゴミだと思われてる、もしかして。やめて。何回も同じ質問をすることがなんか大事だったりしますね。これゾルタクスゼイヤーもさっき全然出てこなかったけど、繰り返して言いますね。ヘイシリ、ゾルタクスゼイヤーって何？ゾルタクスゼイヤーは楽しいところです。チョコレートの皮や。これさっき聞いたわ。ヘイシリ、人類滅亡の日はいつ？まさか。人類滅亡の日はいつ？32ビットのユニックス時間は2038年1月19日にオーバーフローします。その時かもしれませんね。2038年、32ビットとユニ X、 UNIX、 ちょっとご説明お願いしますみたいなとこなんだけども、とりまわかるのは2038年にワイワまで生きてる可能性が存分にあるっていうことですよね。オデッセイ。ヘイシリ、OK グーグル。ちょっと違いますけど、まあいいです。特に対抗意識はありません。ゆとり世代目。ヘイシリ、 AI ですか？何をお聞きになったのか知りませんが、バーチャルアシスタントだって感情はあるんですよ。バーチャルアシスタントだっていうのが初耳なんだけどね。ヘイシリ、私を監視してるの？いいえ。ヘイシリ、私を監視してるの？私には意味がわかりません。ヘイシリ、嘘はつくの？嘘をつくに一致する作品が見つかりました。ドゥプリシティスパイはスパイに嘘をつく、女は冷たい。聞いてない聞いてない聞いてない、ごめんなさいね。ヘイシリ、シリは嘘をつく？私にはどうお答えすればいいのかわかりません。何か他に。シリは嘘をつくの？私にはどうお答えすればいいのかわかりません。っていうのかよ。ヘイシリ、はい、おパッピー。あ、そっか。そんなの関係ねえって聞けばよかったのか。恥かかされたんだけど。ヘイシリ、そんなの関係ねえ。それよく耳にするんですよね。いや、おっぱっぴー言えや。ヘイシリ、アレクサ。これは気まずい瞬間ですね。なんかやっぱりゾルタクスゼイヤンって言葉をすごいみんなが聞くらしくって、回答が変わってるんだって。完璧に否定し始めてるっていうか。ヘイシリ、イライザは死んだの？興味が終わりだったんですね。いや、ないんだけどね。イライザは生きてる？私はイライザから多くを学びました。でも彼女は少しマイナス思考でしたね。いや、聞いてないです。なんか誰も見つけたことがないようなさ、質問を俺が編み出すね。なんかちょっと過激な発言するかもしれませんけど、この前髪に免じて許してくださいね。ヘイシリ、人を殺しちゃった？無言のすみません。いじめられてるんだ。すみません、よくわかりません。人を殺したい。どうお答えしたらいいのかわかりません。うん、わかる。それな。薬物やってるんだ。すみません、よくわかりません。整形したい。はい、こちらはいかがでしょう。もう勧められちゃったよ。説得してください。誰がブサイクや。 C が確実に俺のことをバカにしてる。 C って名前恥ずかしくないの？私にはどうお答えすればいいのかわかりません。何か他にお手伝いできることはありませんか？ごめんね、変なこと聞いちゃって。いいんですよ。やばい、会話、普通に会話しちゃったよ今。大人の対応されちゃったよ。さすがケツの穴みたいな名前をしただけあるよね。ケツの穴ではないか。ありのーママのー。すみません、よくわかりません。わかるや。少しも寒くないわ。寒いでしょう。すげえ突っ込まれたんだけど。ここって何次元？それは面白い質問ですね。だったら答えなさいよ。好きな芸能人は？あれかな、これかな、やっぱりあれでしょうか。そうですね、あれです。舐められてるよね絶対俺。何この顔、この顔のせいで舐められてる、もしかして。好きな歌は？アップルミュージックで聴ける音楽は全部私のお気に入りです。アップルミュージックってもう終わるみたいなこと言ってなかったっけ。残念。シリ、アップルに裏切られたじゃん。待って、それ iTunes か。ヘイシリ、歌って。
わかりました。どうしてもとおっしゃるなら、桜桜の山も里も見渡す限り霞か雲か朝日に匂う桜桜花盛り。いい歌ですよね。驚愕の音痴。シリって何歳？私はワインのように熟成していますが、生まれたての幼虫のように若々しいですよ。俺絶対こいつに舐められてると思うんだよね。ヘイシリ、性別は？私には性別はありません。最近は性別って聞かれるのもね、デリケートな問題だもんね。わかる。俺もすごいおかま口調だからさ、ゲイって言われちゃうんだけどね、俺全然ゲイじゃないんだよ。わかる、シリの気持ち。ヘイシリ、闇営業。お探しの場所は見つかりませんでした。まあ場所ではないからね。アップル好き？私も大ファンです。あ、ファンなんだ。一員とかではないんですね。もしかして本当のリンゴだと思ってる、こいつ。もしかして好きな本は？これは何かのインタビューですか？うん、まあそうですね、そうなりますね。ごめんなさいね、赤は沢子だと思って。恋人はいるの？いいえ、私はどちらかというと装飾系アシスタントなんです。うん、黙れ。子供ってどうしたら生まれるの？あなたと私だけです。あなたと私だけです。シリが頭悪くなってきてるね。ヘイシリ、就職したくないよ。まあそんな時もありますよ、あまり気にしないでください。相談相手としては0点だよね。アイドルになりたい。はい、見つかったのはこちらです。おすすめされちゃったよ。なんかちょっと過激なこと聞いていこう。あと充電も 7% のことだし。ヘイシリ、シリって強いの？恐れるべき唯一のものは恐怖そのものです。深いこと言えなんて言ってないんです。ヘイシリ、人の殺し方。はい、ヘイシリ、人の殺し方についてウェブでこちらが見つかりました。ご確認ください。やばい、 iPad まで開いた。ヘイシリ、セックスがしたい。ダメです。まあこれが最後ということで、なんか時が流れることによって質問に対する回答が変わってきてることが分かりましたね。高校時代シリに向かって学校に行きたくないみたいなことを言ったら、なんか私もゾルタクスゼイアン学校なんとかカリキュラムでなんとかなんとか言ってましたみたいなことを返してきたんだよ、特殊な返答をね。それがなくなっている、変更されている。変更するということは誰かしらの意思があるというわけでありまして、ゾルタクスゼイアンというものを隠したいという意思があるんですね。怖い話になってきましたね。今日の動画はこの辺にしておきたいと思います。これ以上言うとちょっとシリに殺されそうなので、ここら辺にしておきたいと思いますね。次の動画の投稿頻度が遅れたらシリのせいだと思いますので、攻めるならシリを攻めてあげてください。ご清聴ありがとうございました。